見えてますかね、どうだろう。おお、皆さんもう来てくださったかな、こんばんは。お、来てくださっておりそう、おりそう皆さんこんばんは、こんばんは。おー、すごい、もう1万人以上の方が見てくださってます、ありがとうございます。わーということでタイトルコールいっちゃいましょうか日向坂46上村ひなのファースト写真集発売記念スペシャル、イエーイ、始まりました。すごい、もうすでにたくさんの方がこんばんは、おー、おめでとうってありがとうございます。そうなんですよ、あの私あの今日も上村なんですけど、あの私上村ひなのファースト写真集を発売させていただくことになりました。そちらを記念して今日はその写真集のお話をいろいろしていけたらと思っているのでね、ちょっといろいろお話ししていきますが、写真集の発売は9月12日なんですよ。なので9月12日のところにカレンダーにハートマークとか書いておいていただけたら嬉しいですこんばんは、すごい、どうしよう。なんかこうして改まってショールーム配信をすることがなかなかないので、ちょっと今日は緊張しているんですけど、皆さん温かい目で見ていただけたら嬉しいです。わー、すごい全カレンダーに書いときますお願いします。スマホの中も、あの壁紙もね壁掛けの方も卓上の方もお願いします。はい、ということで今日のあのこの配信をツイッターで投稿していただく用のハッシュタグをちょっと決めた方がいいかなと思いまして、私考えてきたんですけど、早速早いでも早めに行った方が多分ハッシュタグで皆さん盛り上がっていただけるんじゃないかと思うので、ちょっと考えてきたのを発表しちゃおうかなと思います。いいかな。そう、この今後ろにアムアイレディが流れておりますね。アムアイレディは7月26日に発売となります。今日は7月20日だから、あ、もうすぐ1週間切ってますね。こちらもぜひチェックよろしくお願いします。各種音楽配信噛みまくり大丈夫かな。あの音楽配信サービスでもね、今配信されておりますので聞いてみてくださいはい、ということでハッシュタグ発表しちゃおうかな。発表しますねじゃーん、はい、お、曲がってる上村ひなのとパワースポ行こうですそう、なんでこのハッシュタグにしたのかというと、こちらのファースト写真集は、日向坂と縁の深い日向市のある宮崎県と、あと私が坂道合同オーディションの時に合格祈願に行った秩父の地と、あとは生まれ育った東京の桜だったりと、そのパワースポットで撮影している写真集になっているので、上村ひなのとパワースポに行ってるようなあの雰囲気を楽しんでいただけるんじゃないかなと思ったので、こちらのパワースポ以降に、あ、デコマルコちゃんもちょっとここにいるんですけど、デコマルコちゃんもハートを出してますけど、はい、こんな感じでハッシュタグ考えてみました。ぜひこちらのハッシュタグをつけて目指せトレンド入りということでぜひ皆さんよろしくお願いします。パワースポ行こう、パワースポ行こうね。おお、これはね、デコマルコです。そう、もちマルコもいるけど、これはデコマルコですね。丸いのはデコマルコですそう、私のオリジナルキャラクターですこういうのもいるんですよはい、
そしてこのショールーム配信をご覧の皆様のためにサプライズプレゼントを用意してます。なんだろう知ってるかみんなあの画面にカートボタン、ショッピングって書いてあるかな、カートボタンがあるんですけど、そちらのカートボタンを押してショップルームにてあの写真集を予約していただくと、特典としてサインとコメントを私が入れた限定ポスターを漏れなくプレゼントしちゃいます。この特典は今回の配信のみですので、ぜひお早めにお買い求めくださいはい、ここにね、手元に今このポスターがあるんですけど、ちょっと待ってくださいね。じゃーん、こんな感じです。見えるかな、こんな感じすごい、これお気に入りなんですよ。わかります、このさ、メロンソーダ飲んだんですけど、このメロンソーダに何て書いてあるかわかります？ありがとうありがとうって書いております。私の今の気持ちなんですけど、この配信を見てくださってありがとうございますって気持ちと、写真集を、ね、見てくださってゲットしてくださってありがとうございますっていう、本当に皆さんにありがとうって気持ちでいっぱいなので、まず一発目のこちらの特典、ありがとうっていうポスターにしてみました。どうかな、どう、素敵なカット、ありがとうございます。見えてるなんか同じ顔してるポスターと私、そりゃそうかそりゃそうでした、自分でしたかわいいってすごい褒めてくださる、優しい。そう、メロンジュース、なんかほんと常夏って感じでね、この日もお天気が良くて、よかった。あ、飛んじゃってる、ごめんなさいね、こう前に倒せばいいのかなこんな素敵なポスターがね、この絵柄今回だけになりますので。そうなんですよ、この配信限定、この配信を逃したらもう手に入るチャンスはないということで、本日の22時まで購入可能なので、ぜひよろしくお願いしますじゃーん、これをゲットしてみんなに自慢しちゃってくださいね変な喋り方になっちゃった。はい、わー、なんかどうしよう、なんかどうかな、ちゃんとできてます、私ちゃんと配信できてますできてる。あ、そうそう、大事なこと言うの忘れてた。ポスターに、こちらのポスター、コメントとあのサインが後ほど入りますので、ちょっとどんなこと書こうかなっていうのをまだ考え中なんですけど、で困ることが書いちゃったり、なんか皆さんが喜んでくださるような素敵なコメント書いていきたいと思います。ぜひ楽しみにしててください。これをお届けしますので、下のカートボタンからお願いします。よし、じゃあ写真集についてトークいっちゃおうと思います。はい、そうなんですよ、改めて私、上村ひなのファースト写真集が9月12日に発売となるんですけど、発売まで、あと54日ですって、早い。なんかそしたらあと2ヶ月ぐらい、9月12日だから2ヶ月を切っているんですかね、もう早い。いやー、なんかそうなんですよ、早く皆さんに言いたくて仕方なかったんですけど、なんか本当に写真集を発売するっていうのが実は私一番って言っても過言じゃないぐらい本当に夢だったので、こうしてファースト写真集を発売させていただけて本当に幸せで、撮影の時からめちゃくちゃ楽しくて、なんかいつも応援してくださってるファンの皆さんだったり、あとメンバーのこととか、なんかいろんなことを考えながらパワースポットを巡って撮影したっていうのもあって、いろんなオーディション当時のことを思い出したり、あと
うん、宮崎にみんなでロケで行った時のこととか思い出したりしながら本当に楽しく撮影させていただきました。そうだから本当に早く言いたくて言いたくて仕方なかったけど秘密にしてました。うん、そうすごくね時間をかけてゆっくりと撮影させていただきました。うんうん、わあ、嬉しい。そうそう、タルチキ、タルタルチキンのね、あのあのロケでみんなで行きましたね、宮崎県。そうそう。予約しました。ありがとうございます。すごい。もうすでに予約してくださってる。無言のハート。ありがとうございます。そうそう、本当にのやつね。そうそうなんですよ。結構あの周りのメンバーもおめでとうとか結構相談に乗っていただいたりとかすごい反応してくださって、なんか本当に私3期生で4期生の後輩も入ってきてくれたんですけど、それでもやっぱり1期生さん2期生さんはお姉さんみたいな存在で、いつまでも妹のように可愛がってくださるところが本当に素敵だなって、ありがたいなって思ってます。なんか本当宮崎だったり埼玉県秩父、本当に自分の大切な場所で撮らせていただいたので、本当ワンカットワンカットが宝物で、なので本当さっきちょっとこういう風になるよっていうのを見させていただいたんですけど、笑顔になりっぱなしでした。本当に大きくなったねって。そっか、中学生でしたからね、中学2年生の時から皆さん見てくださってるから、そう身長もちょっと2センチぐらい伸びまして、そうそう、ありがとうございます。うんうんうん、でもさ、どうなんだろう、皆さんはどう思いました？写真集発売って聞いてやっぱ大人になったなって思いました。エケチェンよく言われますね。わーいと思いました。嬉しい嬉しい嬉しいって嬉しい。ね、びっくりしましたよね。そう、ドラマとかも、ドラマも DIY も7月4日から放送になってて、甘いレディも7月26日発売だったので、ほんとなんか写真集の発売も7月で、7月に全部こうギュッと嬉しいお知らせをたくさんできたので、本当に最高の夏になってよかったです。これからですけどね、夏はまだまだこれから。泣きそう、楽しみで泣きそうですって。目が覚めた。そっか、急に言ったからびっくりしますよね、皆さんも。うんうん、最高だぜ。ナノちゃん祭り、この夏をナノにしよう。この夏をナノにしましょう。頑張ります。うん、そうそう、もっと先かと思った。あ、本当ですか。じゃあそうですね、ちょっとこれ触れてもいいですか。ここにウサギが2匹いると思うんですけど、以上、この子たちも実は一緒に写真集で、あの写真集で一緒に過ごしてくれたあの写真集の出演者の皆様なんです。実はこの3人で撮ってきました、私も含め。
そう、この子もね、実は先行カットにもこの子映ってるんですけど、お気づきでしたか？どこにいるか分かります？ちょっと先行カットを見せますね一回、もう一回ここにいていただいて、一回ここにいていただいて、よし、先行カット、はい、これがすっごいグレッとしてるグレッとしちゃった、見てください、こちら先行カット出ております。これはですね、宮崎県の日向市駅で駆け寄ってくるひなのちゃんなんですけど、制服着てますねこの写真の、わかります？ここにいるんです。このバッグのチャームにこのうさちゃんがいるんです。じゃーん、こんな感じでこの子たちが映り込んだりしておりますので、探していただきたいんですけど、この子たちのお名前はですね、この子が、この大きい方のお友達がぴょんこちゃん、ぴょんこちゃんですで、このちっちゃい方のお友達がぴょんざぶろうですで、間にいる子がなのぴょんですはい、こんな感じで3人でやっておりますそう、この子がぴょんこちゃん、ぴょんざぶろうなんですけど、写真集撮影中に名前どうしようかなと思ってね、この2人の名前決めたんですけど、なんかも忘れちゃって何ちゃんだっけって思い出せなくなっちゃって、もう一回付け直したり、さっきも忘れそうになっちゃってちょっと皆さんはしっかり覚えておいていただきたいです。この子はぴょんこ、この子はぴょんざぶろうですこの子たちもね、そのいろんなカットの中に潜んでいたりするので、ぜひ、あ、すごい荒ぶってるすごいすごいこの子たちも見つけていただけたら嬉しいです。はい、じゃあ続いての先行カットいっちゃいましょう。よし、すいませんね、マイペースめっちゃマイペース配信で、すいません。こちらの次、じゃーん、おお、これもね、先行カットで出ておりました。公式ツイッターのね、今アイコンにもなっております、こちらのツインテールピンク、あ、ちょっとまっすぐこうかな、ツインテールピンクひなのちゃんです。なんかちょっとウサギっぽいですよね、このツインテールの感じとかが。結構ピンク色、この優しいベビーピンクみたいな赤ちゃんみたいな、このピンク色がめちゃくちゃお気に入りで、なんか本当にこのさ、ぴょんことさ同じ位置でツインテールしてるんですよ。これは偶然なんですけど、うさぎっぽいカットになってます。かわちい、嬉しいベイビーえけちゃん、あー、みんなもう赤ちゃんいじりしてきてるみんな言うじゃんぷにぷにほっぺ、嬉しいこのさ、光の感じも斜めにこう光が入ってて、あります、斜めにこう光が入ってる感じがめちゃくちゃ坂道グループのマークのロゴを逆にしたみたいな、坂道マークみたいになってるんですよ。かわいい、この坂道マーク、これも偶然、奇跡のショットなんですけどね。日向坂カットなってるね、うん、これ奇跡だと思います。多分ね、狙ってないと思いますよ。そうそう、奇跡のカットでこういうカットもあったり。よし、お
次、あ、待ってて順番を間違えました。こちらですね、次じゃーん。これは秩父で撮った紅葉のね、もみじと一緒に撮ったカットです。見えるかな、ね、この口お口がね、ちょっとお口がって感じですけどもみじを指さしてお口がっていうカットですそう、すっごい綺麗でめっちゃ晴れてたんですよ、この日も。ほんとどのカットもね、すっごい晴れてて、もしかしたら私晴れ女なのかもって思っちゃったぐらい、ほんと撮影日は全部晴れました。すごい、そうそう、すごい綺麗な紅葉だったんですよおーすごい、もみじ光っとるそう、秩父もう私のパワースポットで、あ、出てきちゃったりしたから紅葉、紅葉見に行きたいね。上村ひなのとパワースポ行こう急に。でもね、こう入れていかないと。今日はこちらのハッシュタグでつぶやいてください入れていかないとね。うん、そうそう、すっごい綺麗な色見て、これもお気に入りなんですけど。で、つい先日公開されたカットがこちら、じゃーん、紙芝居みたいになってる、じゃーんわあ、これは制服でなんか髪を束ねたポニーテールに髪を束ねた、かわいいの瞬間でございます。あー、なんか本当に青春、これ自分なんですけど自分なんですけど、めちゃくちゃ青春じゃないですか、この写真。なんだろうな、この青春感。バックに海があるのも素晴らしい。うわー、いいな自分なのにこんな褒めちぎってそう、でも本当に素敵な写真だからさ、そう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 、見ていただきたい。これはそう、宮崎県ですね。へー、そう、ちょっと本当にこの先行カット4枚出てるんですけど、この他にも本当に素敵な写真ばっかりが詰まってる写真集になってるので、ちょっと、うん、楽しみにしててほしいですえ、CM っぽい？ほんと嬉しいな。そう、青春、超青春早く全部見たい。わー、ぜひぜひ見ていただきたい、お願いします。わー、ちょっとどうしよう、ドキドキですね。うん、そしてそうだ、こちらのカットもね、こちらはあの写真集の中には入っていないんですけど、ですよね、多分このショールームのから購入してくださった方だけがゲットできる限定のポスターになってます。こちらもう一回言っとこうかな。こちらは画面の下の方にあるカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典として私のサインとコメント付き限定ポスターを漏れなくプレゼントします。この絵柄の特典、そうなんですよ、今日限定ですので、お早めにぜひぜひお願いします。そしてこちらの配信後も22時まで予約できますので、こちらぜひよろしくお願いします。
じゃーん。お願いします。うん、限定って本当特別感ある。だってもうこれを逃したら一生手に入らないってことですよね。じゃあ私も予約しよう。キャー。そう。これその他大勢タイプ流れてますね。昨日もね、影さんの卒婚ありがとうございました。卒業本当におめでとうございます。なんか本当にまだ実感湧かなさすぎて、ちょっともうちょっと、あ、でもまだリアルミーグリでもね、影さんにお会いできるので、その時にもまた感謝の気持ちとかいっぱい伝えようかなって思ってます。昨日もその他大勢タイプ披露させていただきましたね。今日ダメだ、ダメな日だ、すごい感じよう日、お許しください、すいません。わあ、なるほどなるほど。あの写真集公式ツイッターアカウントの方のお知らせもさせていただきたいんですけど、写真集の公式ツイッターアカウントのアカウント名がアットマークひなのなのファーストとなっております。ひなのなのはローマ字で、あ、そりゃそうか、そりゃそうだ。そりゃそうでした、アカウント名ですもんね。なので、あのひなのなのファースト、アットマークひなのなのファースト、こちらあのフォローとチェックの方もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いしたいです。うん。そう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 、コメントで書いてくださってる皆さんも多いですけど、え、すごい、2万人の方が見てくださってる、ありがとうございます。2万人の皆さん、そんなありがとうございます、たくさん。顔見えなくなっちゃう。両目できます。そう、ちょっと今ウインクしてっていうコメントがあったので、ついつい読んじゃいました。ついついね。はい、ということで、わー、続いてちょっとファースト写真集に関する質問とか、なんか私に関する質問とかでも何でもいいんですけど、質問コーナーに移りたいと思います。何でもコメントでぜひぜひ質問お願いします。ピースして。今食べたいもの、あのいちごが入ったサンドイッチ食べたいですね。さっき控え室に置いていただいてて、この配信が終わったらパクッと食べたいと思います。うさ耳して、うさ耳。そう、この写真集だよね、この、覚えてます皆さん、この二人の名前。ヒョンコとピョンザブローです。で、これがナノピョンね。そうなんですよ、この子たちとそのうさぎさんとね、一緒に撮影させていただいたんですけど、あの新曲の甘いレディの方でもウサギが出てきたりして、結構ほんとこれ意図せずだったんですけど、ウサギ尽くしのこの7月になってます。しかもさ、今年ウサギ年ですからね。ちょうど良かったかも、ウサギさんで、私ウサギが本当に大好きなので。これビョンジャブロ、ウササブロじゃないですよ。ビョンジャブロをピョンコ。そう、ウサギさんと、そう、こう実物にはまだねお会いできてないんですよね。ウサギさん MV の時も会えてなくて。ウサギの好きなところ、へー。
もう何ですかね、愛らしい。私ウサギが人参食べてる動画見るの大好きなんですね。ほんと好きなんですよ。ウサギが人参を食べてくれてるだけで私はもう幸せ。写真集が決まった時最初に誰に伝えましたか？これ実はあの3期生の高橋三國が、あの私言ってないんですけど、なんか気づいて、なんで本当にめちゃくちゃ鋭いことを言ってきたんですよ。三國がもしかしてみたいな。でも私その時何も三國に言ってなかったですし、なんかすごいなって思いました。ちょっとしたなんかやっぱいつも一緒にいるから分かるもんなんですかね。すごいなと思って、三國に一番最初に実はってねえ、仲いいからね。そうエスパーだよ。顔に書いてあったのかなすごかったんですよ。ほんと何も言ってないし誰も知らなかったのに。そうはよく、これはときめきそうですね。うん、そうですね。これぴょんこさ覚えてくれた、嬉しいね。ぴょんこ嬉しい。そうですね、宮崎県ではね美味しいもの食べました。なんかタルタルチキン食べましたよタルタルチキンとか、あとなんだっけな、なんかお惣菜パンみたいな食べました。スーパーに売ってた。本当はサンドイッチを食べようかなって思ってたんですけど、なぜか食べれなくて、なんだっけな、なんかお惣菜パンを食べましたあ、そうだ、宮崎牛も実はいただいちゃいました。すごく美味しかったんですよ。もう宮崎美味しいものがいっぱいありすぎて。そう、冷や汁も飲んだ。そうそう、美味しいよね。タルタルチキン、タルタルチキン似てなかった。ちょっとモノマネしようかなって思ったんですけど、ニブちゃんの全く似ておりませんでした。すいません謝罪あ、でも、え、本当にって言ってくれた。そう、あ、秩父ではそうですね、味噌ポテト食べました。大好きなんですよ、味噌ポテト大好きで、食べたかったから。ソフテッドどうしても食べたいですってお願いして食べちゃいました。お、すいません、踊ってたら踊ってたら時間が過ぎていく。皆さん、なんか写真集に関する質問とかあったら募集してます。写真集ほうほう、あー、なるほど。写真集で大変だったことは、体作り、そうですね。でも、結構無理してダイエットをするっていうよりかは、なんかなんというか自然体で、もちろんダイエットはしたんですけど、あんまりこう絞りすぎないようにというか、あまり痩せすぎないようにっていうことを意識しました。やっぱりね、そう、あんまりね、その自分の好きな自分で写真集撮れたらなって思ったので、自分が一番好きだって思える自分で撮影に挑みましたそうですね、写真集で楽しかったこと、楽しかったことは、そうですね、なんだろう、本当に一瞬一瞬楽しくて、
でも一番感動したのはやっぱり宮崎に着いた瞬間、本当に晴れててもうぽっかぽかしてたんですよ。だからもう本当に日記にも書きました、その日のぽかぽかしてて本当に幸せだなって思ったみたいなそうだからそのハッピー感みたいなものもこのね写真集から感じていただけたら嬉しいです写真集撮影する前に斉藤京子さんのとっておきの恋人を見させていただいて、それでまた改めて勉強させていただいてから行きましたそうですね、写真集を最初に誰に見せたい、そうですね、やっぱり家族に見せたいですね。でも、でも京子さんに見せたいな京子さんもですし、あとは3期生にもね、もちろん三國もめっちゃ楽しみにしてくれてて、一番に見せてよって言ってくれてるので、どうしよう、全員に同時に見せないとですね。そしたら一番っていうのは一人しかね、無理だから全員に同時に見せようと思いますね、志保さんにも見せたいし、ちょっとどうしよう、みんな見てくれるかな、ね、みんなに見せたいね。結構奈緒さんとかにもだし、みんなに結構相談させていただいたりもしてたので、そうそう見せたいね。オードリーさんも見てくださるかな、わー、お渡しできたらいいなって、どうしようね、楽しみ撮影してて好きになった自分の体のパーツは、そうですね、でもなんか今まで実はあんま好きじゃなかったんですけど、エクボ私笑うとエクボができるんですけど、なんか今までそう、こっちだけね、しかもこの左だけエクボができるんですけど、なんかあんまり自分ではうーんって思ってたんですけど、この出来上がった写真集見てたら、なんかエクボいいかもってエクボがあることでよりハッピー感がこう出せるんじゃないかなとか、ちょっとポジティブに大好きになってきましたね。影さんもね、チャームポイントエクボって言ってましたね、昨日突っ込んで、恋の落とし穴すっごい優しいコメント見つけた、あなた可愛くない部分ないわよ、だって優しい、優しすぎる、本当にね、温かい皆さんで溢れてますね、ありがとうございます、本当に素敵、そういうことを言える素敵な人になりたい、私もね、お優しいファミリーってやつだ、そうですね、いやー尊いよとか、みんなお優しいファミリー、わーすごい、みんな褒めてくださる、すいません、ありがとうございます恥ずかしいな、なんかいっぱい褒められて、ていちゃんただの本心みたいな、うわー、ほんとイケメン、イケメンと美女がたくさん、もうありがとうございます。宮崎で泳いだ、あーちょっとそれはまだ秘密にしとこうかな、どうかなねえ、まだまだね、解禁されてないカットもたくさんありますから、ちょっとね、楽しみですね、どうしようね泳げないやろって、あ、そうなんですよ、泳げないんですけど大人っぽくなりました、嬉しい本当、ちょっと待って、こっちをもっと
ジョン・ザブローもね、持ってあげないと。医師になりましたって、そんなことない。ありがとうございます、本当。なんかすいませんね、もう褒めていただいちゃって。本当に、ちょっと、本当に幸せです。ありがとうございます。ね、写真集出させていただくんですよ。いや、上村ひなのハウス写真集、響きがもう幸せ。どうしよう。ね、日焼けしたかな。どうだろうな。ね、日焼け対策したけどね。すごいね、最近日が強いからね。ね、もちろんいろんなね、先輩の写真集を見させていただいて、参考にさせていただきましたけど、タイトルは言いませんよ。秘密。そう、今日のね、BGM は私がちょっと選ばせていただいてて、私が好きだなって思う曲とか、夏に聴いてテンションが上がるなっていう曲を選ばせてもらってます。甘いレディの収録曲もね、流れてたりしたんですけど、ぜひ聴いていただけたら嬉しいですね。ー夏ジャムの季節ですね。いいね。あ、ぐるぐるバットやったかな、宮崎で。どうでしょう。本当になんか言葉で伝えきれないのが悔しいんですけど、本当に素敵な写真集になっているので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。そうですね。じゃあ、早い、もうそんな時間、45分まででしたっけ。早い、ごめんなさい、私がのんびりしすぎちゃった、ひなのの時間になっちゃいましたが、じゃあラスト一つだけ質問答えさせていただきます。どうしようかな。指ハート、甘いレディの振り付けにもありますね、最後こうやってやるとこ。検討してくれました。わあ、嬉しい、ありがとうございますね。こちらのポスター、今回限定ですので、本当限定だから、最後にもう一回言いますが、本当に今回しかゲットできないありがとうポスターになってますので、ぜひお願いします。今買ったよって、すごい、ありがとうございます。なんか来た、飛行機でさ、さっきから。もしかしてこれって、予約してくださったら画面に映るようになってるんだ。すごい、ありがとうございます、たくさん、嬉しいね。これ、このポスター見ながらぜひメロンソーダ飲んだりね、あの室内涼しいとことかでこうメロンソーダ飲んでいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう、もうありがとう。このポスターで伝えきれないけど、ありがとう。よし、最後の質問どうしようかな。あ、丸めちゃった。丸めちゃった。あ、4個倒れてた。どうしようどうしよう。最後の質問、最後の質問だよね。どうしよう。写真集の魅力を聞かせて。それはですね、もうとにかくハッピー、とにかくスマイル、とにかく日向坂、とにかくポカポカです。そんな感じかな。じゃあということで、スクショタイムに入りたいと思います。せっかくだからこの子たちを持ちましょうか。
書タイム。解いてるかな。取れました。どう。取れました。いただきましたよ。いただきましたよ。おー、よかった。ちょっとさ、終わっちゃうの寂しいんですけど、もう終わるみたい。またね、こちらあのショールーム配信でも上村ひなのファースト写真集の魅力だったり、いろんなね先行カットだったりね、お知らせさせていただいて、させていただきたいと思いますので、またぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、重ね重ねになりますが、こちらのポスター、限定ポスターが、リップついちゃった、ごめんなさい。こちらのポスター22時まで予約受付中ですので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。また配信します。それでは本日は上村ひなのがお送りしました。またねー。